新潮の落語いの茶碗、お運びでありがたく御礼申し上げます。だいぶこの牛詰まってくるというような、もうここのところまで正月が来ておりますんでね、どうぞ一つ、来年もこういうようなところへ、ぜひお運びをいただきたいと思っております。商売というものは聞いてみないってとはそうかね、なんというんで、わかんないというのが、ずいぶんあります。ですから、楽屋話、裏話、なんというのは、人様から大変に好まれまして、ね、野球選手のいわゆる、プレーを見ているだけじゃなくて、どういうことがあったんですか、あの時は、ベンチはどうだったんですか、なんてんで、そういうことにうんとその人間というものは、興味があるもんですから、人も、裏へ裏へとこう入っていきますな。本当に商売というものは分からないもんで、我々の方の商売だってそうです。ねえ、そちらの方から見ているっていうと、ああ、いいな、のんきだよ。ねえ、バカならいいんだから。なんてなことをお考えになるでしょうけどもね。これはバカじゃできません。そちらから見ていてバカなように見せるという心当たりが難しい。付き合ってみるっていうと、やっぱりバカだったりなんかいたしますけどもね。くず屋さんという商売がございます。くず屋さんという商売は、名前の通りくずだけ扱っていたんじゃ、やはりうまい酒は飲めない。どっかでもって、いわゆる掘り出し物を見つける。早い話がボロ儲けというものをしないってと、本当の儲けにはならない。ねえ。商売にはならない。だからこの裏長屋、路地やなんかこう、くずーなんてんで、こう流して歩いて。くず屋さーん、なんてんで呼ぶ。ところではあんまりこのいい話がないそうですな。大きな声で呼ぶんですから世間体をはばかってるわけじゃない。このクズちょっと持ってってくんねえかなんてんでね、そういうのはもう周りに聞こえてもどうってことはないから、大変こうえばってクズ屋さんを呼びます。どっちかっていうと、小さい子でもって、くず屋さん、こういう風に呼ぶところは、あたりをはばかってる。ねえ、周りに知られちゃ困る。だからこういうのはなんか、払うというわけじゃない。いくらかお金が欲しいか。な、ちゃんとした品物を売るんだ。そういうのは買ってって、脇持ってって、高く売れるというようなわけです。ですから小さい声でもって、くず屋さんと呼ばれる。こら、儲かる。ねえ、その時にこっちも一緒になって、はい、何ですか。小さい声で、小さな声でもって応対をする。ねえ、くず屋さんと呼んだのに、どこですか、呼んだのは、くず屋って。これじゃあ何にもなんない。ねえ、内緒話と同じですから。ですね。と、こう、耳元で言った時には、相手の口に耳を寄せ、やはり小声で、へえへえ、と答えるのと同じように、小さな声でもって、へい、お呼びになったのは、どちらでございます？と、小声のまんまで、くず屋さん、どちらでございます？ここですよ。へえ、どこでございます？声は聞こえるんだけど、姿が見えない。ねえ、声を頼りにずーっと行くってと、おや、なんだ、いねえじゃねえか。ここは長屋の総合家だよ。共同便所だよ。まさか、はばかりん中で呼んでるわけはねえだろうな。どこだろうな。なおも小声で、
くず屋さん。へえ、やっぱりはばかりの中だね。お呼びになったな。そん中でござんすか。そうなの。柔らかい紙があったら一枚ちょうだい。まぬけな話もたまにはあるというようなわけですが。これから所帯を畳んじまって、どっか行こう、なんというようなところにぶつかるっていうと、いい品物をうんと叩いて安く買ってきても、なんてことはあるんだそうですな。ええ、なかなか、商売というものはそれぞれ難しいもんですが、江戸時代に麻布の茗荷谷にくず屋で清兵衛さんという人がいて、この人が大変に正直な人で、曲がったことのでき礼な人、曲がったものを見るっていうともう腹が立ってくる。あ、だから牛の角なんか嫌いなんですな。もうとにかくもう曲がるということはもうそれ自体、嫌なんだから、路地曲がるのも本当は曲がりたくない。だけど路地入らないっていうと商売にならない。そういう時にはもう泣きながら曲がったりなんかそれほどじゃないんでしょうけども、周りから正直清兵衛と、あだ名をされております。毎日毎日朝早くから、日いっぱい働くというような、人で、今日も弁当を持って朝早くから方々を流してくる。ちょうど清少公様の脇をくずっとやってまいりますと、若い女の人が静かに、あの、くず屋さん、え、言うって言うと、年頃17、18になります。娘さん着ているものは大変粗末で、継ぎはぎだらけのものを着ておりますが、どことなく品のある娘さんです。恐れ入りますが、こちらへ。へい。後をついていくって言うと、裏長屋。あの、くず屋さんを呼んでまいりました。そうか。くず屋さん。さあさあ、こちらへ入ってな。そこを閉めてください。ああ、くずが溜まったんで、持って行っていただきたいと思ってな。ああ、さいでございますか。へい。ありがとうございます。こちら様、初めてでございますな。へい。私、これから、ちょくちょく、参りますんで、どうか一つ。クズが溜まりましたら、取っといてくださいまし。他のクズ屋より、ね、よく頂戴いたしますんで。おお、さようか。ああ、では、そういたそう。どのぐらいになったな。ただいま、はかりにかけて、見ましたところ、6文でございますがな、今日は初めてでございますんで、7文でこれ、頂戴してまいります。おお、それはすまんな。それからな、実は、ここにある、この仏像だがな、これを一つ買ってもらいたいんだがな、200文でどうだ。これですか。どうも、すいません。せっかくなんですがな、私ね、こういうものはね、いただかないんですよ。というのはね、目が利きませんですから、鑑定がね、値打ちがわからない。だから値打ちのあるものを安く買ってって、で、脇持ってって、儲かっちゃった。なんていうのは大変その気持ちの悪いもんですね。といってまた、安いものを高く買わされて損をするっていうのも、これも、尺でございますんで、目が利きませんので、私はクズよか扱わないんでございます。こういう品物は、ですから、いただかないことになってますんで、どうぞ一つご勘弁を。いやいや、これはな、それほど値打ちのあるもんではない。と言ってな、我が家に古くから伝わっているものでな、まあ200文ならば、そう高いとは思わんが、どうか一つ買ってもらいたい。今も申しました通り、目が利きません。もう、他でもお断りしておりますんで、どうかクズだけは頂戴いたしますが、
それは一つ、ご勘弁いただきとうございます。ああ、くず屋さん、そこを曲げても何としてでもこれを、買ってもらいたい。いや、実はな、わしはご覧の通り浪人者だ。なあ、千代田牧斎と申してな、今では昼間は昼間、近所の子供を集め、素読の指南をいたし、夜になると表通りへ出て、売卜をして、占いをして、その日を暮らしておるが、このところ雨に降り込められて、それもできず、そのまた雨に打たれたのが、元で風邪をひいてしまってな、やれ薬だ、なんやか、やと大層金がいる。うん、あ、どうかすまぬ、まことにすまぬが、これを200文で買ってもらいたい。うん、うん、この通りだ、くず屋さん。ちょいと待ってくださいよ。いえ、そんな、頭何度下げないでくださいよ。あたしはたかがくず屋ですよ。ねえ、浪人なすったってお侍じゃありませんか。いけません、いけませんよ。いえ、お話はね、よくわかりました。じゃあ、こういたしましょう。あたくしね、この仏像をね、200文で預かってまいります。で、預かって手分け持ってきましてね、もし売れまして、それより高く売れましたら、その売れた、高く売れた分、半分こちらに、お届けに上がりますから。いよいよ、そんなことはしなくていいんだ。な、200文で買ってくれさえ。すりゃ、それでよい。あとは好きなようにしなさい。いえ、そりゃね、私のね、性分でそういうこと、できないんで。ですから、半分持って参りますから。じゃあこれ、200文で預かって参ります。あてんで、そこに200文と、7文を置いて、クズの上にこいつを乗っけて、クズってんで歩き出した。やってまいりましたのは細川様の、屋敷内の、武家長屋下。窓から道を見下ろしている人がいます。ああ、これ、クズ屋、クズ屋。細川屋敷長屋の2階の窓を見上げると、ああ、どうも、お呼びになりましたか？うむ、その方の担いでおる籠の中に何か仏像のようなものが入っておるか。それは何だ？これでございますか。お目に留まりましたか。これ、仏像でございます。なんでできておるのだ？さあ、なんでございましょうな。大層重いんですよ。重いとすると木ではないな。あるいは、陶器の類か、それとも銅か。さあ、どうですかな。何を申しておる。実はな、仏壇のようなものをこしらいたがな、拝む的がない。何か欲しいと思っておる。もし気に入ればそれを買うわ。手に取ってみたいな。いや、門を入って回ってまいるとな、大層手間がかかる。拙者これからな、ここよりこのザルを下へ下ろすから。よいか、それに乗せろ。さいでございますか。ザルに紐をつけて、ずーっと下へ下ろしてきた。仏像をザルに入れてよろしゅうござんすよ。どうぞお上げになって、二階の窓へ。いかがでございましょう。仏像を手に取って眺めて独り言言っております。大層透けておるが、なかなか良い像だ。これは良い。耳を寄せてゴトゴトっと、揺らしてみる。申しておるな。腹ごもりか。中に何かが入っておるな。これは誠に縁起が良い。経文か何かかな。窓から、くず屋さんに
気に入ったぞ。買って使わそう。お、いくらだ。実はそれ、200文で預かってまいりましてね。それより高ければいくらでも結構なんでございますが。はあ、欲のないやつだな。痩せちゃもな、ねえ、よく買ってやりたいが、実はな、あんまり金がない。300文ではどうだ。結構でございますよ。100儲かりますんで、50を先方へ届けられますんで、よろしゅうございます。よろしくお願いします。そうか、ではザルに乗せて金を下へ下ろすからな。受け取れ。ありがとうございます、と、去っていきました。こちらさん、買った武士は5万円でございます。いやー、これは良いな。腹ごもりというのは良いな。腹ごもりというのは仏像の中にもう一つ小さな仏様が入っているものだそうでございます。ね、大変に縁起のいいものとされておりまして。ああ、これ凌介、凌介お呼びでございますか。うん、今な、下を通ったクズやからな、この仏像多かった。うん、あ、なかなか良い表をしておる。ああ、気に入っておるぞ。ああ、これを朝晩拝むことにする。が大層すすけておる。体洗いを塩で、うん、清めてな。ああ、ぬるま湯を入れて持ってきなさい。ぬるま湯の中へ入れて、あっちを洗い、こっちをこすりしているうちに、台座の紙がぐずぐずっと剥がれるっていうと、どすっとなんか起こった。お、なんだ、大層な。お、その塊をほぐしてみると、驚いた。小判が出て、これは腹ごもりではない。これ、凌介、凌介。お呼びでございますか。これ、見ろ。はっ、小判が出てまいったこの仏像の中から。はあ、それはそれは結構でございますな。いくらぐらいございます。どうも、おおよその見当だが、40両、いや、50両近くあるようだ。うん、ああ、まだ数えてはいない。うん、こちらへ参って数えてみろ。いかほどあった。何、確かに50両。そうか。いやー、これは驚いたな。大変な儲けでございますな。300文で50両というのは。バカを申せん。拙者はな、この仏像を買ったが、中の小判は買った覚えはない。仏像を売り払うぐらいだ。さぞかし暮らし向きも良くないのであろう。なあ、元の持ち主に返してやりたいが、どこにいる人やらわからん。またクズ屋の名前も住まいも聞いておらん。困ったことになったな。なんとしたらよい。さようでございますな。クズ屋というような商売は他の商人と同じようにお得意先が決まっておりましてな。だいたい、回るところもそんなに変わらないことだと思いますんで。またしばらくするうちに、お窓下を通るのではないかと思いますがな。おお、さようか。よし、では明日からな、クズ屋が通ったら調べるぞ。なんてんで、あくる日になるってと、下にクズいって声が聞こえるってと、これこれこれ、クズやクズや。お呼びで、見上げまして、あ、どうも、お払いもんでございますか。そうではない、かぶり物を取って、顔をこっちへ、こちらへ見せろ。かぶり物を取れ。ああ、早く、いらせ。うん、顔をこちらへ見せろ。ああ、それが顔か。おーはー、いやー、変わった顔をしておるな。それでござんすか。昔からこの顔なんでございますよ。それで表を歩くのだな。良い度胸をしておる。お前ではない、向こうに行け。なんだよあれは。別のクズ屋が来ました。クズ、これ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 、クズ屋クズ屋、かぶり物を取って顔をこちらへ見せろ。長い顔をしておるな。馬にも勝るぞ。向こうへ行け。なんてんで通るクズ屋さん、みんな顔を改められる。清少公様の境内に
かけ茶屋がございまして、そこへこの昼時、昼時分になるっていうと、くず屋さん、ですとか、あるいは、下金、まあ古い金属ですな、下金屋さんやなんかが集まってきて弁当を使います。しばらく茶なんぞを飲んで休んでいくというようなわけで。行ったかい？あ、取った？え？うん、細川様の。お窓下。え？いや、お窓のとこから。さあ、そうだね。あれ、五六軒のところからかな。若いお侍が。え？かぶり物を取れって。やられなかったかい？やらいましたよ、やらいました。ねえ。私は言ったんだよ。ねえ、よくああいうところじゃさ、若侍が遊びの金に困ってね、小塚売るとかなんとかいい儲けもんがあるんだよ。だからこいつは仕事だと思ってさ、お払いもんですかったら、そうじゃねえ。かぶり物を取れってこう言うんだ。ええ、かぶり物を取って顔を見したら、それでも買うかって言いや。よくそれで表を歩ける。いい度胸をしておるね。なんていいやんで。尺に座ったよ。何をしてんだろうね。何をしてるんだろうね。あんなことして。くず屋だけなんだ。それが。ねえ。尺に触るじゃねえか。おわしのかからねえ遊びをするよ、まったく。あいあい。そうじゃないよ。お前さん方。何言ってんの？何にも知らないんだよ。ねえ。それはあのね、あのお侍がいいかい？探している顔だったら大変だよ。そんなことはまあ、ないよ。ないけれど、似ている顔だって、下手すりゃバッサリやられちまうんだよ。はあ、どうして？なんだ、知らないのかい？今噂だよ。何の？聞いてないよ。あれお前何してんだと思うんだよ。ねえ、お父っつぁんの仇を探してるんだよ。あれ仇討ちかい？そうや。そら知らなかったね。そうかい？大変だよ。そら、あの侍を見だってわかるだろう？え？あたしだって、やらいたんだから。侍の顔をひょいと見たよね。やっとうの稽古はよっほどしているよ。面ずれができてら、まあ、キリッとしたなかなか強そうなお侍じゃねえか。え？あの人のお父っつぁんだから、こらまた大変に腕が立つね。西国型のね、あるお大名の指南番。みんなが耳を傾けるので得意になって喋っております。ね、そこへね、このね、大名なんてな、勝手なもんだから、ちょいと脇で持って、こういう強いのがいる。どうか一つよろしくってことを言われるってえと、じゃあよかろう、参れってんで、指南番がいるのに勝手にまた他の指南番を抱えちゃう。ねえ、指南番のいるところに、指南番だろ？ええ、八南番だ。で、どうしたの？え？そらまあ、お前さん、お互いに面白くないよ。ねえ、で、ある時、御前試合ってやつは、やろって、殿様の前でもって、その新しいのとね、あの人のお父っつぁんとは、パーッとやったよ。ね、あの人のお父っつぁん、なんてな腕が立つから、まあ、ポンポーンって。で、打ち込んじゃったろ。新しい指南番はさ、悔しくってしょうがない。ねえ。さあ、二人ともご主くだされでもって、お殿様に、ごちになったんだが、やられちゃった。新しい方のご指南番。悔しくてしょうがないから、お先、ごめんなんてんで、
スーッと帰っちゃった。ねえ、それから人を大勢頼んで何とか闇討ちにしようと言うんで待っていると。そこにこの、あの人のお父っつぁん、てえのが、かなり気こしめしてふらふら、ふらお城を下がってずっと来た時に、闇の中でもってみんなでもって、だーってんでやって、江戸へ蓄電をしたと。まあ、こういう話なんだよ。はあ、なるほどね。そうかい？で、あの若い侍、江戸へ追っかけてきてんの？うん。はあ、だけどおかしいね。だったらさ、いろんなものをみんな呼び止めりゃいいんじゃねえか。くず屋だけなんだ。くず屋だけ。ねえ、おかしいじゃねえか。それがね、仇がね、くず屋に化けてるっていう話を聞いたらしいんだな。はあ、そうかい？え、だけどさ、あんな高いところだよ。ねえ。あ、これが仇だと分かったってね。それからずっと門を回って出てくるときには、仇はどっかへ、つらかっちゃうよ。そこだよ。腕の立つ人は違うよ。お、こいつは、これは敵、仇だなと思ってと、いきなり手裏剣をビャーって一本打ってね、クワーッとひるんでるところをタッと出てって、やっとやっちまうってやつだ。ああ、そういうもんかね。まあ、そうじゃねえかと思うんだ。なんだよ、おい。バカなことを言って人を担ぐんじゃないよ。本当に。ちょっと伺いますがな。何？ああ、清兵衛さん。今伺ってまして、そのお話ですな。なんか、私に関わりがあるような気がいたしますがな。へえ、どうしたの？実はね、その、お窓下でね、私、五、六日前にね、若いお侍に仏像を売ったんでござんすよ。仏像を、古いもんかい？かなり古いもんでしたな。おっと手を打って、それだよ。それ、ねえ、よくあるってやつだよ。ねえ、ああ、あんまり古いからってんでね、こいつを磨いたり、洗ったりなんかしているうちに腕がこう、もげるとかさ。ねえ、首が落っこちるとか。侍ってやな、私たちと違って命のやりとりをするんだよ。へえ。そりゃ、語弊を稼ぐ、縁起を稼ぐよ。ああ、首が落っこったなんて嫌がるよね。こんな縁起のでもないもんを持って参ったね。無礼なクズ屋だ。あのクズ屋の首も落としてくれよ。てんで、で、待ってるんだよ。そうですかね。そうだよ。バカだね。お前さん、普段、クズしか扱わないんじゃないか。なんだって、そんなものを扱ったの？いやー、それがね、この先のご浪人でね、大変にお気の毒だったんで。私はね、預かったんですよ。ねえ、200文で預かって、それを持って、お窓下を通った。すぐに売れたってやつなんで、売れちゃったって。そうか。ああ、それに違いないよ。ねえ、うん。だけど、お前さん、この噂を知らなかったの？いやー、ここんとこね、五六日風邪ひいて寝込んでましてね。今日出てきたんです。ねえ、今その話を初めて聞いた。首実験を、ああ、まだやられてない。ああ、そう。ああ、じゃあよかったよ。よかったよかった。うん、お前さんね。あの、お窓下は、ね、通らない方がいいよ。でも、あそこ通らないって言うと、お得意さん行かれない。しょうがないね。じゃあさ、あの、お窓下を通るときだけは、黙って通んなさいよ。くずいって声が聞こえるって言うと、スーッと窓のところへ来るんだから。いいかい？黙って通るんだよ。じゃあ、そういたしましょう。
難点でね、ところが商売っていうのは不思議なもんで、カゴをこう担ぎましてね、はかりを持ってこう歩き出すっていうと、ごく一人でに、くずーい、これこれこれ、くずや、あ、いけねえ、甘い甘酒、なんだあのくず屋は。おい、涼介、捕まえてまいれ。で、清兵衛が連行されてきて、そこへ座らせろ。わ、かぶり物を取れ。顔を見せろ。おお、お前だ。おお、のう、わしに仏像を売った。くず屋、お前だな。たたたた、どうも、どうも、あいすいま、申し訳ございません。あの仏像な、あまりすすけておるので、ぬるま湯に入れて、方々洗っておるとな。へえ。台座の紙が剥がれて、中から50両出てまいった。へえ。はあ、首が落ちたんではないんでございますか。そうではない。はあ、そうですか。私ね、そんなことがありゃしないかと思って心配しておりました。ああ、それはそれ。そうですか。50両も。わしはな、仏像が買ったが中の小判を買った覚えはない。ああいうものを売り払うくらいだ。さぞかし暮らしに困っているものであろう。元の持ち主に、返してやりたい。ああ、思ったな。どこの誰やらわからん。また、お前のことも知らんのでな。このところずっとお窓下を通るくず屋を改めておった。はあ、歳でございますか。おっしゃる通りね、ご浪人なんでござんすよ。千代田牧斎とおっしゃいました。で、昼間はね、何でも近所の子供を集めて、相続の指南をしている。そろばんですね。夜になるってえと表通り出て、梅毒だってこういう、ね。違うよ。梅毒だよ。相続じゃないよ。なんか笠の方の先生じゃない。何を申しておる。それはな、お前の聞き違いだ。昼間は相続だ。な。相続が相続ではない。相続の指南といってな。読み書きを子供たちに教えてる。で、読み書き、そろばんだな。そして、梅毒とかいうやつがあるか。梅毒だ。駅舎をしておるのであろう。ああ、そうかもしれません。そんないでたちでございました。そうであろう。そうですか。じゃあ、そらもう持ってってやったら、そら大変に喜びますよ。本当でしたらね。あなたはその、着服になっちゃった。おしまいになっちゃった。ってわからないんですが。どうも恐れ入りました。ねえ、やっぱりその、人の鏡と言われるお侍、そうでなくちゃいけませんよ。私もね、正直、清兵衛と、まあ人に、あだ名されてはおりますが、そういうことはもう大好きでございます。じゃあ、私、そのお金を預かってまいりますんで。へいへい、かしこまりました。どうも、へい。じゃあ、これを、と受け取りまして、それから、もし先方で、名前はと聞かれたときに、私、お答えするのに困りますんで、どうか一つ、あなた様のお名前を聞かせていただきたい、いただきとうございますか。いや、名前などはどうでも構わんが、そのような時にな、と納得して、それでは細川の家臣で、高木作左衛門と申す。ただそれだけ申しておけばよい。なあ、余計なことは言ってはならんぞ。ただ渡してくればよい。それでよいのだ。な、わかったな。はい、わかりました。じゃあこれは確かにお預かりいたします。恐れ入りますが、
この商売道具ここのところにちょっと預かっといてくださいまし、すぐに行ってまいりますんで、どうもごめんくださいし、牧祭宅へ着きまして、こんにちは、ごめんください。おーおー、これはくず屋さんか。いやー、せんだってはすまなかったな。いえいえ、どういたしまして。あのね、あの仏像ね、すぐに売れましてね、300で売れたんですよ。で、100預かりましたんで、50をお届けに上がろうと思いながらね、ずーっとここんとこ風邪ひいちゃいましてね、上がれなかったんで、それじゃあ、あのと懐から出して50、まず、どうぞ、これ納めていただきと。あ、いやいやいや、そのようなことをせんでもよいのだ。ん？ああ、そちらへしまっておきなさい。いいえ、私の気が済みませんから。どうぞこれはお納めくださいまし。それからですね、その仏像を買ってくださいましたのがね、細川様のご家来で高木作左衛門様とおっしゃいましてね、まことにこの、若いんですが立派なお侍さん。ところがね、あまりすすけているんで、あれをこのぬるま湯の中で洗っていたんだそうでございます。そしたらね、台座の紙が剥がれて中から小判で50両出てきたってんですよ。でその、俺は仏像は買ったが中の小判を買った覚えはないから、これを先方へ返してきなさい。てんでね、私ね、そのお金を預かってまいりましたんで。どうか一つ、これ、こちらへお納めいただきとうございます。どうもおめでとうございました。そうか。小判が入っておったか。くず屋さん、その小判は、私は受け取れん。へっ、どうしてでございます？わしはな、あの仏像は一旦手放した。売ってしまったものだ。売ってしまったものはわしのもんではない。買った人のものだ。その中から出たものはもうわしのもんではない。受け取るわけにはいかない。いえいえいえ、そりゃ違いますよ。そりゃね、先生違います。あのね、あの、確かに、その、だって、考えてごらんなさいよ。だって、たかが300文ですよ。さ、300文で50両が買えるってな。こんな合わない話はないじゃありませんか。そうでございましょう。ねえ、先方は仏像を買ったんですから、中の小判を買ったんじゃない。そら高木様の言う方が、あた串は正しいと思いますよ。やっぱりこれはね、元の持ち主にね、ご存じなかったんだから渡してこい。そらそうおっしゃるのは、もうこりゃ当たり前のことですから。どうぞこれ、お納めになっていただきたい。いやいや、これは受け取れん。受け取れんのだ、くず屋さん。これはな、確かに我らの先祖が何かの時のためにあの仏像の中に入れておいてくれたものには違いない。それほど大事なものを手放すような、そんな不心得なものに初めから金は授かな。なあ、買った人に天が金を授けたのだ。なあ、先方のものだ。わしは受け取ることはできん。そんなことを知らずにね、千代田先生。いや、それは先生はよござんすよ。ねえ、お嬢さんのことをお伺いになったらどうですか。年頃ですよ。あんな着物が着たい、こんな帯を締めたいって、そういうさなかに。ねえ、ああ、もうひどいったらあれはしないよ。あた、
本当ですよ。失礼なことを言うようですが。全くですよ。結構なお暮らしじゃない。私、くず屋が見てそう思うんですから。ねえ、うちの方がよっぽどいい暮らしをしてますよ。本当に。ねえ、そら50両ありゃ、なんかいろいろと使い道がありますからね。決してね、これはおかしな話じゃない。ですからね、どうか一つ収めていただいて、その方がよござんすよ。ね、そうしてやってください。お嬢さんがかわいそうだから。黙んなさい。黙んなさい。誰？言わせておけばよい気になって。娘のことなどどうでもよい。千代田牧祭、いくら落ちぶれても曲がったことは大嫌いだ。曲がっちゃいないんですよ。わかんないね。そりゃね、私も正直ですよ。だけどね、先生のはそりゃ正直すぎるんです。何でも過ぎちゃいけませんよ。ね、過ぎるってえと頭にバカがつきます。ね、バカ正直というやつで。なんだ、バカとは。刀を引き寄せて、無礼を申すと、手は見せんぞ。早く先方へ持って参れ。へえ、そうすか。どうもあいすいません。ああ、弱っちゃったな。どうも。行って参りました。どうした？受け取ったか？それがね、受け取らないんですよ。その、一旦売っちゃったものは自分のものではないってね。その、買った人のもんだって、その中から出てきたものは、それは買った人のもんなんだから。もう自分は受け取るわけにはいかない。返してこいって、こういう。わからんことを申すな。わしはな、仏像は買ったが、中の子は、いえ、それ、ちゃんと、そっくり言ったんですよ。向こうで。そう言ったんですけどもね、そら、先祖が入れといてくれたんだろう。と、まあ、そんな大事なものを売り払うような、そんな不心得なものに初めから、金は授かんないんだと。ね。で、買った人に天が金を授けたんだ。だから、ね、もうわしはいらんと。それは受け取れんと。ねえ、しまいには、手は見せんぞ。ってな、そういうことを言う。ええー、ねえ。それからしょうがない。私は帰ってきた。ええー、これはねえ。と金を戻しまして、しょうがないから。だからまあ、仕方ありません。先方でそう言うんですから。ね、高木様、どうか一つこれ、お納めになって。たわけたことを申すな。わしがもらうわけにはまいな。ああ。今も言った通り、な、小判を買ったわけではない。この仏。いやいや、そう。それわかってるんですよ。わかってるけど、それじゃあ、どうすんです。どうすんです。では、ない。うん。拙者、武士だ。刀にかけても受け取らしてみせ。る。弱っちゃったな、どうも。わかりましたよ。行ってきますよ。再び牧祭の長屋にやってまいりました。ねえ、先生、お願いしますよ。たわけたことを申すな。千代田牧祭、刀にかけても受け取らん。弱っちゃったな。どうもな。しょうがねえな。商売にもいけねえしな。どうしようかな、こら。仕方がないんで、千代田牧祭が住んでおります長屋の家主にこの話をした。ああ、そうかい。いい話じゃないか。ええ、そういう話は嬉しいな。ああ、近頃めったにいないよ。ね。花は桜木、人は武士、手が全くだ。お侍ってのはそう来なくっちゃならないよ。ああ、結構だね。ええ、じゃあね。一つ私が間に入って口を聞こう。そして高木を訪ねました。高木様、いかがでございます。この金がございますってと、
くず屋がどうにも困りますんで、ええ、商売にも行かれません。なんとかしなければいけないんで、ええ、私ね、考えまして、この50両の中から10両、このくず屋にやってはいただけませんでしょうかな。ええ、で、残りました40両を、ええ、20両ずつ分けると、いうのはいかがでございましょう。両方で受け取ればこれはどうということはございませんですから、まあもらう筋合いの金ではないがな。それでことが収まるならばをもらってもよい。ああ、それでございますか。じゃあどうぞそうしてくださいまし。そして牧祭を訪ねまして、いかがでございましょう。千代田先生、先方が20両受け取りましたんで、先生も一つ20両納めていただくわけにはまいりませんでしょうかな。わしはその金は受け取れん。それじゃあ困っちゃうんですよ。ここまで物は片付いてきたんですから、あと一本ところなんで、先生が納めていただければそれ済むことでございますよ。どうしてもいけませんか。じゃあこうなすったらどうですね。100両の型に編笠一害っていう言葉がありますから、何でも構いません。先生が普段からお使いになっていらっしゃるものを差し上げたらどうです。手ぬぐい一本だって、普段使ってらっしゃる箸一膳だって結構でございますよ。先方へ差し上げればそれでいいじゃありませんか。気が済みましょう。と言ってもな、わしのところにはこれというようなものはないが。おお、ではどうだな。ここにあるこの茶碗、古くから我が家にあるものだ。これで朝晩湯茶を飲み、また薬も飲んでおる。わしの手に触れた汚い茶碗だ。こんなものでよかろうか。いやー結構で、なんだっていいんでございますから。先生がちょっと使ってるものをひょいと差し上げ、それでことは済むんですから。じゃあその茶碗を点で千代田牧祭のところから高木作左衛門のところに茶碗が、渡ってきた。さあこれで50両の方は収まったんですが、評判がうわっと家中に広まって、高木作左衛門も偉いが、千代田牧祭というものも誠に立派なものであるというんで、この評判がどん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 広まってお殿様の耳に入った。我が家臣にそういうことがあった。まことにあっぱれであるぞ。目通り許すと。天で高木作左衛門がお殿様に目通りを許されて、そこでお褒めの言葉を賜った。でその時に千代田牧祭からもらいましたその茶碗、これでございます。天でお店をしたところが、おおさようか、なんてんでぼんやりと見ていたんですが、傍らにおりましたのがお出入りの目利き、鑑定家でございます。殿、あの茶碗一目見たら見たいもので ございますが、おさようか。手に取って見ていたこの鑑定家の目の色が変わってきた。殿、これはただのものではございませんね。井戸の茶碗と申しまして、世に二つという名器でございます。いい仕事してますね。何、まことか。高木、世は所望いたすぞ。何点で勝手なもんですな。ところがお大名ですから、ただはもらわない。300両というお金が高木作左衛門のところに下された。この300両を目の前に置いて高木作左衛門は考え込んじゃった。なあ、クズや、わしも弱っておる。
ん？ああ、殿が300金、わしにくださったかな。これを一人で受け取るというわけにはいかん。おお、なぜと申して、茶碗はもともと千代田氏のところから出ているからな。そこでな、どうだ拙者、半分の150両を受け取るから。この後の150両な、先方へ届けてもらいたい。いや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 、それ、勘弁して、勘弁。やだやだ、やだよ。そりゃ、いや、冗談言っちゃいけませんよ。この間、いいですか？ねえ、50両であの騒ぎですよ。手は見せんぞですよ、50両で。150両持ってってごらんなさいよ。あたしは大砲で撃たれるよ。そんなことはない。なあ、わしが受け取っているのであるから。今度は先方も素直に納めるであろう。うん。とにかく届けてもらいたい。そうですか、ね、あんまりいい仕事じゃ。ええ、わかりました。じゃあ行ってきますよ。牧祭の長屋駅。先生。おお、これはくず屋さん。ああ、先だってはすまなかった。うん、世話になったな。いえ、どういたしまして。私も大変に儲けさせていただきましたんで。ありがとうございます。ええ。実はちょっと今日またお話がありましてね。なんだ？ん？何かあまり顔色も良くないな。どうかしたか？顔色もね、優れないんですよ。ほら、実はあの、先だってあの、千代田先生が高木様に差し上げましたね。あの茶碗。あれは、あの、お殿様がね、細川の、見たいとおっしゃったん。で、その、高木様が、おらんに入れたんですが、な、たら、その、なんか、そばにいた目利きがね、見て、私は、よくわかりませんが、なんか、大変な目利きなんだそうですな。うん、いい仕事してますね。なんてね。井戸の茶碗とか言ったんだそうですよ。それは殿様がご消耗になったんで、高木様が差し上げたところ、殿様から、300両のお金がその、くたされたんだそうで、それを茶碗が先方から出ているんで、一人でもらってしまうわけにはいかないから、どうか、半分だけでも、こちらで、納めてくれないかと、私の方は先に150両もらっておくから、残りの150両を、千代田様にもらっていただくように、と、こういうことなんでございますがな、どうか一つ、何もおっしゃらずに、先生、どうぞ。納めていただきとうございます。くず屋さん、私は、その金は、また始まったよ。勘弁してください。私はまた商売に行かれなくなっちゃいますよ。お願いしますから、受け取ってくださいよ。ねえ、では、この間と同じようにね、なんかまた差し上げたらどうですか？ねえ、いや、だからね、お家に古くから伝わってるって、危ねえから、そういうのはね。だから、何でもいいから。そこらには、ああ、何でもいいんですよ。何でしょう。子供に読み書きを教える藩士。ああ、何でもいいんだよ。それ、ちょっとこう、まあ一丁ばかり、パーッとつけてやれや。それでいいんですからね。お願いしますよ。それで150両もらってください。じゃあないってえと、また私が困るんですから。ああ。さようか。くず屋さん。その高木氏と申す方は、ご心臓は終わりかね、奥様は。まだ一人もんですよ。一人もんです。ね。洋介って中間と二人暮らしで。さようか。どういったお方かな。どういったお方ってね。まあ、今までのことでお分かりでございましょう。いや
それは誠に正直、清廉潔白な方だということは分かっておるが。うん、うん、おうおう、さようか。実はな、くず屋さん、わしのところの娘な、うん、女一通りのことは仕込んである。うん、いずれどこかへ嫁がせねばならぬが、同じことなれば高木氏のようなところに嫁がせたいと思っておる。会わずとも、よくわかる。間違いはなかろう。一つ、橋渡しをしてくれんか。もしご心臓にもらってくれるとあらば、支度金としてこの150両もらっておこう。手を打ちまして、なるほど、いい話ですね。そりゃ結構でございますよ。そういう口利きは私は大好きだ。ね、結構ですよ。もらっていただ。いやー、そらもらいますよ、そら。先方がもらわなきゃ、私がもらっちま。何を申しておる。すぐに話をしてまいれ。うはー、わかりました。行ってまいりました。どうした？受け取ったか？いい、いい、素直には受け取らないでございますよ。ございます。あ、よかったでございますからね。また、こちらにくださるものがございますよ。何？またくださるのか。これがね、今度は大変なんで、あちらにね、お嬢さんがいらっしゃる。そう、女一通りのことは仕込んであるってんでね。で、その、いずれ、どっかで、どこ探さなきゃいけない。どっかへね。だけれども、同じことならば、高木様のようなところへ嫁がせたいと、こうおっしゃるんですが、いかがでござんす？それはもう、もう大変ですよ。いい女なんですから。ねえ、もらっといたらいかがでございます？さようか。母上からも。うるさく言われておる。まあ千代田氏のお娘子ならば間違いはなかろう。お心臓にもらうか。そうなさいよ。あった、結構なことですよね。そらね、今はね、長屋にいますから、ちょいとくすぶってますがね、こちらに連れてきては磨いてごらんなさいよ。いい女になりますよ。いやー、磨くのはよそう。また小判がだるといけない。